アナポリスはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はメリーランド州アナポリスにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。アナポリスは1943年5月20日にオハイオ州ロレインのアメリカンシップビルディング社で寄港した。1943年10月16日にベルバ・グレース・マクレディによって命名浸水。 1944年12月4日にテキサス州ガルベストンで艦長 MF ガーフィールド沿岸警備隊中佐の指揮下収益した。12月13日にアナポリスはガルベストンを出港しバミューダ諸島近辺の海域で12月19日から1945年1月17日まで成長訓練を行った。1月21日にバージニア州ノーフォークに到着。 成長後の信頼性試験が行われた。アナポリスの修理は2月17日に完了し、同日のウォークを出港、輸送船団の護衛任務のため地中海に向かった。アナポリスは3月5日にアルジェリアのオランで船団護衛を行い、同地にそのまま泊まり13日に帰国する船団の護衛のため出港した。3月30日にニューヨークに帰還、その後は、 ニューヨークとノーォーク間で護衛任務に従事し、ニューヨークから再び北アフリカに向かう戦団の護衛を行った。5月10日にオランに到着し、1週間後に出港した。6月2日にフィラデルフィアに入港、2週間同地に泊まった。6月16日にアナポリスはパナマ運河地帯に向けて出港した。6月29日に到着。 その後は8月前半まで、ここソロの潜水艦基地を拠点として活動した。8月6日にサンペドロに到着し、終戦まで太平洋艦隊と共に西海岸沿いで活動した。戦後も任務は継続し、1946年5月29日にアナポリスはブレマートンで退役した。アナポリスは1946年6月19日に、 除籍され、1947年11月24日に国務省外国債務生産委員会を通してメキシコ政府に売却された。メキシコ海軍ではジェネラルビセンテゲレロと改名された。その後、リオースマシンタと改名され、1964年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。